皆さんは田んぼや畑にはお米や野菜を作るだけではなく、他にもいろいろな働きがあるのを知っていますか？農業、農村のいろいろな働き、葵と蒼太の冒険。葵と蒼太は夏休みの自由研究で農村に住む生き物を調べるため、おじいちゃんの家の近くまでやってきました。おじいちゃんの家を目指し歩いている途中、田んぼや畑を見て、二人は疑問に思うことがたくさん出てきました。その疑問について葵、蒼太と一緒に学びましょう。では出発です。不思議な生き物たちが農業、農村のいろいろな働きを教えてくれますよ。洪水を防ぐ働き。田畑は水を一時的に貯めることができるんじゃ。田んぼは周りをあぜで囲まれている。畑は土の隙間が多いため水を貯めることができるんじゃ。洪水を防ぐことにも役立っているんじゃよ。水を貯めることができるといっても、どのくらいの量を貯めることができるの？大雨が降った時、田んぼに貯められる水の量は全国で50億立方メートル、東京ドームの約4000杯分になるんじゃよ。地下水を作る働き。田畑は雨水を地下に染み込ませ、時間をかけて下流に流すのです。川の流れを安定させるんだ。川に戻った水や地下水はどうなるの？ゆっくり時間をかけて川に戻った水や地下水は、私たちの大切な飲み水や生活用水、工場などに利用されています。土砂崩れを防ぐ働き。日頃からの農作業で土砂崩れを防いでいるんだわ。農業を行っていると、田んぼや畑に水がたまり、ゆっくりと地下水になるので、地下水が急に増えることはないんだ。農業が行われないと、田んぼや畑に水がたまらず、そのまま地下へ行き、地下水が急に増えて土砂崩れが起きやすくなるんだ。お米や野菜を作ると、なぜ土が流れるのを防ぐことになるの？田んぼには水と稲、ね、畑には作物があることで、雨や風が直接土に当たらない。そのため、土の表面に当たる雨や風の力が弱まり、土が流れにくくなるんだわ。この風景は農業を続けることでできるのよ。美しい風景を作る働き。農業を行うことや、農家のお家、
その周辺の景色が美しい風景を作っているのよ。伝統文化を守る働き。農村では歴史や文化を伝える行事、伝統芸能が受け継がれているんだよ。農業は地域の伝統や文化を伝え、受け継ぐ大きな役割を果たしているんだ。生き物を育てる働き。田んぼや畑にはいろいろな生き物が住んでいるんじゃよ。田んぼや畑が周りの山や川、水路とつながることで生き物の住みかとなり、豊かな生態系が保たれるんじゃ。なぜ田んぼにはいろいろな生き物が集まってくるの？生き物には食べたり食べられたりする関係、食物連鎖があり、多くの生き物が集まりつながって生きているんじゃよ。農業農村にはいろいろな働きがあったね。うん、まだ他にもいろいろな働きがあるみたいだよ。二人は無事おじいちゃんの家に着き、今日の出来事を話しながら自由研究のまとめをしました。農業が行われていて生活している人がいる農村があるからこそ発揮されるのね。そうだね、いろいろな働きが発揮できるように、もっとおじいちゃんの手伝いをするぞ。